飛び立て若き翼北海道総体2023は、北海道内を主会場に山形、栃木、和歌山の一道三県で来月21日まで開催され、高校生たちの熱い戦いが展開されます。今日札幌市で開かれた総合開会式では、各都道府県の選手団が南から順番に登場。沖縄県選手団は旗手を務める富城高校ソフトテニス部の田久保誠義主将を先頭に堂々と行進しました。高校3年間の集大成となるインターハイ、県選手団は27競技に414人が出場します。